尾崎が結局位置を取れずにまずは1番後ろからとなりました。先頭7番の鈴木で2番手振り返ったのが6番の飯田、3番手には人気の中心2番車の久米がいて、あとは1番の鈴木がゆっくりと上昇してまいりました。久米が上がってまいりまして、現在は2番手の外で、その後ろに1番の鈴木がつけています。さあ久米の後位は1番の鈴木と5番の荒牧と並走となりましたでしょうか。先頭が7番の鈴木です。そして2番手のうちには6番の飯田がいて、そのアウトコースが2番車の久米田。さあ久米が後ろを振り返りつつ徐々にペース上げてまいりますでしょうか。金が入って3コーナー前で7番の鈴木と2番の久米が並ぶような感じ。この辺りはペースが全く上がりません。さあ2番手以降も並走状態が続いています。そしてここで2番車の久米が縦に踏んでまいりました。先頭が久米に変わりました。ただそこまでペースは上がっておりませんでしょうか。最終周回の 1,2 コーナー中間地点、2番手内には7番の鈴木、アウトコースが3番の小林、そして1番の鈴木なんですが、現在は三者並走の内面になりました。飛ばす2番の久米歌、2番手には3番の小林に越えて、内は7番の鈴木直、さらには6番の飯田重ねに、アウトコースは5番の尾崎睦美で4コーナー回ってくる。先頭は2番の久米歌、後ろから3番の小林、2番の久米が踏ん張ったか。外は3番の小林理子。